庶民的な生活が明かす真実こんなに売れっ子なのに、選ぶらないで、庶民的な感覚を忘れていないナンバーアンダーライン愛の3人には、ずっとそのままの気持ちを持ち続けていてほしいな。普段見せない一面が突然垣間見える瞬間に、心がときめくことを指します。そして、これは多くの人々がスターに感じる魅力の一つです。特に日本のエンターテインメント業界で活躍するスーパースターたちは、 巧びやかなステージ上の姿と私生活とのギャップが大きいことから、ファンにとってはそのギャップがたまらない魅力となります。今回は、そんなギャップ萌えの代表格とも言えるナンバーアンダーライン愛の3人について、その驚きの私生活に迫ってみましょう。まず、平野翔、陣、岸優太の3人がスーパースターでありながら、非常に庶民的な生活を送っていることに驚きを隠せません。 彼らはステージ上では暗いばかりの存在ですが、その日常は私たちと同じように普通の生活をしています。例えば、ジンは11000円のトップスや6600円のニット帽を着用し、騎士はユニクロや無印の服を愛用しているといいます。このように高価なブランド品ではなく、手頃な価格の衣服を選ぶ姿勢には、親近感が湧かざるを得ません。食事やレジャーにおいても、 彼らの庶民的な一面が垣間見えます。人が普通の席でお刺身定食を食べたり、隅田川の花火を一般人と一緒に楽しんだりする姿は、まるで隣に住む普通の青年のようです。平野はシングルマザーに育てられたこともあり、冷凍食品の唐揚げや濡れおかきといった庶民的な食べ物が大好きです。彼らがこうした生活を送っていることは、ファンにとって親しみやすさを感じさせる大きな要素となっています。 また、家事や自炊も自分たちで行うというのは、多くのファンにとって意外な事実かもしれません。ジンは自分でジーンズを選択し、騎士はチャーハンやうどんを作るのが得意だと言います。特に、騎士が長ネギをどう使うか迷ってしまうほどの庶民的な生活を送っているというエピソードは、多くの人々にとって共感を呼ぶものでしょう。さらに、騎士はヘアカットに3000円しか使わず、 ヘアカラーには多少お金をかけるものの、無駄遣いはしないという堅実な金銭感覚も持っています。平野も特売日を狙って日用品を購入するなど、非常に現実的な金銭感覚を持っています。彼らのこのような庶民的な生活は、ファンにとって非常に親近感を抱かせる要因となっています。ステージ上では手の届かない存在のように見える彼らが、 実際には私たちと同じような生活を送っているという事実は、ファンにとって大きな安心感を与えます。平野の好きな食べ物や陣の自炊、騎士の家事への取り組みなど、こうしたエピソードがファンとの距離を縮める一助となっています。こうした庶民的な側面を持ち続けることができるのは、彼らが元踊り地持っている自然体の魅力によるところが大きいのでしょう。どれだけ有名になっても、常に謙虚であり続ける姿勢は、 彼らが自身のルーツを忘れないという強い意志の現れです。ファンは、そんな彼らの姿にますます魅了され、ずっと応援し続けたいと思うのです。さらに、彼らの住環境にも注目してみましょう。ナンバーアンダーライン愛の3人は、セキュリティ面を考慮して、高級な物件に住んでいるとはいえ、豪華な暮らしをしているわけではないようです。ある有名なタレントが一人暮らしをしたくても、 物件探しに苦労しているといった話を聞くと、彼らもまた同じような悩みを抱えているのかもしれません。とはいえ、こうした困難を乗り越えながらも、自分たちの生活スタイルを貫いている姿勢には頭が下がります。そして、彼らの私生活における庶民的なエピソードは、SNS やテレビ番組を通じてファンに広まり、さらに親近感を抱かせています。例えば、 騎士が自宅のキッチンで庶民的な家電を使っている様子が映し出された時、多くのファンがその素朴さに感動しました。こうしたエピソードは、ファンにとって彼らがどれだけ現実的で親しみやすい存在であるかを再認識させるものです。このように、ナンバーアンダーラインアイの3人は、スーパースターでありながらも常に庶民的な感覚を忘れずにいることが、ファンにとって大きな魅力となっています。彼らの自然体で謙虚な姿勢は、 多くの人々にとって励みとなり、また応援したいと思わせる要因となっています。これからも彼らが変わらずに、そのままの姿勢を持ち続けてくれることを願っています。ファンにとって、彼らの庶民的な一面を知ることは、大きな喜びです。高価なものに頼らず、普段の生活を大切にする姿勢は、多くの人々に共感を呼びます。彼らのようなスーパースターでさえ、普通の生活を送り、 日常の小さな喜びを大切にしているという事実は、私たちにとって大きなインスピレーションとなります。ナンバーアンダーライン愛の3人がこれからも変わらずに、その庶民的な感覚を大切にし続けてくれることを願ってやみません。このような背景を考えると、ファンが彼らに対して感じる親近感や愛情は、一層深まることでしょう。彼らの姿勢は、ファンにとって大きな励みとなり、 また新たなファンを引きつける要因ともなるでしょう。今後も彼らの自然体で謙虚な姿勢が変わらずに続くことを期待し、その成長と活躍を応援し続けたいと思います。これまで見てきたように、ナンバーアンダーライン愛の3人は私たちの予想をはるかに超える庶民的な生活を送っており、それがファンに対する大きな魅力となっています。しかし、この庶民的な一面は、 彼らが意図的に作り出しているものではなく、自然体のままの姿です。これが多くのファンにとって親しみやすさを感じさせる最大の理由です。例えば、ジンが自分でジーンズを選択し、騎士がシンプルな食事を自炊している姿は、私たちが日常でよく目にする光景です。こうした姿は、彼らがどれだけ現実的な生活を送っているかを物語っています。そして、 平野が特売日を狙って日用品を購入するという話は多くの人が共感できるエピソードです。これらの行動は彼らがどれだけ地に足のついた生活を送っているかを示しています。また彼らの生活スタイルはファンにとって理想的な結婚相手像を書く手助けにもなっています。平野のように特売日を狙って買い物をする姿勢や騎士が自炊をする姿は多くの人にこんな人と結婚したい。 と思わせる要素を持っています。彼らが実際に結婚するかどうかは別として、こうした庶民的なエピソードは、ファンの心に強く刻まれ、彼らの魅力をさらに引き立てています。しかし、彼らがこうした生活を送っている背景には、どのような理由があるのでしょうか。一つには、彼らが元踊り地持っている価値観や育った環境が大きく影響していると考えられます。平野がシングルマザーに育てられた経験は、 彼の堅実な金銭感覚や庶民的な生活スタイルに大きな影響を与えているでしょう。陣や騎士もまた、家庭の中で培われた価値観が現在の生活スタイルに反映されているのかもしれません。さらに、彼らのこのような生活スタイルがファンに与える影響についても考えてみましょう。彼らが普通の生活を送っている姿を見て、ファンは自分たちの生活にも満足感を見出すことができるようになります。 スーパースターでさえ、私たちと同じような日常を送っているという事実は、私たちに自信を与え、日常生活に対する視点を変えるきっかけとなるでしょう。私たちが彼らから学べることは、どれだけ成功しても、初心を忘れずにいることの重要性です。ナンバーアンダーライン愛の3人は、その生き方を通じて私たちに大切な教訓を教えてくれています。彼らのように、 自分自身を見失わずに謙虚であり続けることは、どんなに大きな成功を収めても常に大切なことです。彼らの姿勢を見習い、私たちも日々の生活を大切にし、小さな喜びを見つけることの大切さを再認識しましょう。